こんにちは、34歳サラリーママです。今回は大型の産卵セットの割り出しをしていきます。もう早速1匹いましたね。3月30日にセットを組んで約4ヶ月経ったものを割り出していきます。前回は3ヶ月くらいで割り出すとこんな感じという動画だったのですが、今回は4ヶ月経ってどうかっていう感じですね。幼虫が結構大きそうで、正確には4ヶ月経つちょっと前に割り出しをしています。かなり、ね、大きい幼虫たちが取れると思ってますね。で、材から食根が吹き出していたので、上に菌糸のカスとかね、マットとか入れてました。めちゃくちゃいそうな雰囲気ですね。材もボロボロで、もう持ったら崩れちゃうみたいな、めちゃくちゃいますね。ちょっと予想よりいるので、菌糸が足りない分はね、しばらくマットで管理していこうと思います。材がね、もう持っただけでホロホロと崩れていくんですよね。材がボロボロになりすぎちゃって、どれが材でどれがマットのちょっと固まっちゃったやつなのかよく分かんなくなってますね。幼虫のサイズが結構大きい子から、まあぼちぼち成長してるかなぐらいの子までいるので、結構ね、1ヶ月メスがダラダラ産んでくれたんだなっていう感じはしますね。それにしても材持っただけで崩れてって、中から幼虫がポコッと出てきてくれる感じはね、なんか材を割ってるっていうよりはマットを崩していってるっていう感じですね。で、今回のこの産卵セットは細材をね、3本で使って組んだ産卵セットになります。細い材はね、無施舎で購入したものになりますね。材はね、ほぼかけらですね。で、今回の子たちの産地なんですけど、うちにはアンバランスケットのピューマが顎が太くなりやすいケットと、岡山県の津山市さんの子がいます。で、 YG とか SR もね、そのうち手出すかもしれないんですけど、ちょっと大型系はやってないんですよね。で、今回は岡山県産の子です。今回取れた幼虫は一旦数をカウントして動画外で検診に投入していこうと思います。まあ、一部ね、多頭飼育でこの子たちもやっていこうかなと思います。もう想定以上にね、幼虫がいて検視多分足りないので、一部はね、一旦マットで管理していく予定です。なんとなくの感覚なんですけど、ここまで産卵セットができて、うちではピューマより岡山県産のこの方がたくさん産んでる感じですね。うちの環境は温度をすごい一定には保っててなくて、エアコン管理はしてるんですけど、家の作りとエアコンがちょっと古くて、ちょくちょくね、エアコン操作をしてもざっくり温度な感じになるので、大型飼育ね、始めたての方とか、まあ、参考にこんな感じなのかなっていうので見てもらえれば嬉しいです。今回の子たちの親なんですけど、オスは 71mm で、メスは 48mm ですね。でね、大クワガタの産卵セット作成の動画もありますので、過去動画もぜひ見ていただけたら嬉しいです。産卵セット作るのも楽しいのでおすすめです。採卵も木を割るのも結構楽しいので、やってる感結構あるんですよね。なんでぜひやってみていただけたらいいかなと思います。産卵セット組んで4ヶ月経つと幼虫を潰しちゃったりっていう事故はね、絶対起きないと思うんですけど、まあ、今後の成長を考えるともう少し早くね、割り出した方がいいのかなと思います。2ヶ月の割り出しだと、まあ気をつけないと潰しちゃうリスクっていうのはあるので、まあ、成長よりね、幼虫をちょっとやってしまうっていうリスクを減らしたい人は、3ヶ月ぐらい経ってね、産卵セットを割り出すのがいいかもしれないですね。大きさを狙うんであれば、まあ、小さい時の方が絶対いいので、卵で取り出す方が、まあ、個人的にはね、潰しちゃうっていうストレスが少なくていいかなと思ってます。ただ卵で取り出した場合にはね、その後の管理もあるので、まあ、どっちがいいかっていうのはね、やっぱり人によるのかなという感じですかね。幼虫の大きさ、結構でっかい子からちっちゃい子までいるんですけど、産卵セットをメスに入れてたのは1ヶ月だけなんで、まあ、だらだら産んでくれてたっていうのと、もしかしたらね、ちっちゃい子たちは餌を食べるスペースがあんまりなくて、ちょっと追いやられちゃってたかもしれないですね。もうそろそろ見えてた幼虫たちは回収できたかなっていう感じですかね。
今回の割り出しの結果は27頭でした。想定よりね、だいぶ多く取れたので、まあ、マット管理と禁止多頭飼育していこうかなと思います。一応これで今年組んだ産卵セットの割り出しは全て完了なので、まあ、一区切りっていうことで、オスの岡山県産の子とピューマの子、幼虫だけだとね、違いはまあぶっちゃけ分かんないので、オスの成虫の子を並べて移していこうかなと思ってます。今回こんな感じで終わりたいと思います。国産クワガタ今年の産卵セット割り出しは今回で終わりです。今回4ヶ月あえて待ってましたが、2から3ヶ月ぐらいで割り出す方が成長的には良さそうですね。今後は幼虫の成長具合などを確認していく動画にできたらなと思ってますので、もしよければチャンネル登録、高評価、またコメントもしていただけると嬉しいです。ご視聴ありがとうございました。では最後、成虫たちを移して終わりたいと思います。